続きからやっていきましょう。ちょっと飛ばしちゃったんですけど、飛ばしちゃったっていうか、まあ、クリックしちゃって、次行っちゃったんですけど、もうこんな時間かっていう、主人公のセリフがありました。上を見上げると、空の色が夕焼けに染まっていた。開いていた本を閉じ、夕食の準備を始める。今日の夕食は、と。昼間に水源から汲んできた水を沸かし、手持ちの材料から献立を決める。1時間ぐらいで来れるんだったら1回帰ってもよかったんじゃないかな。結構大変だよ、キャンプって。しばらくして料理が出来上がった。スキル高いな。ツナ缶、鷹の爪、ニンニク、塩、胡椒を混ぜたペペロンチーノだ。へえ、キャンプでもできるんだ。いただきます。フォークでかき混ぜつつ食べる。外で食べる料理に少しだけ心が躍る。一日経って落ち着いたのか、徐々に楽しくなってきた。まるでキャンプを楽しむ小学生だな。まあでも家で食べるのとはやっぱ違うかもね。そうして食事を続けていく。ごちそうさまでした。空になった容器を片付け乾燥させる。それから今朝干した寝袋をテントの中へとしまう。作業の最中ふと思った。もしかしてベンチで待っていた方が話しやすいのでは。まあ確かに、来たところでこんにちは、こんにちはじゃないの、こんばんはかな、声かけるっていうのもいいかもね。そして一通り片付けが終わり、軽い荷造りをする。小さいバッグの中にライト、ロープ、蚊取り線香、そして本を入れた。テントの入り口のチャックを釘で止め、中に入れないようにしてからベンチへと向かった。ベンチに着いてからロープを取り出し、近くの木にくくりつける。そこにライトをつけてベンチを照らす。こうしとかないと本を読んでいる時に虫が寄ってくるんだよな。案の定、少しするとライトの周りに小バエが群がっていた。あー、夜はね、やっぱりね。それを横目に見ながら本を読み進めた。ベンチで本を読んでいると、どっからか足音が聞こえてきた。お、来たかな。その方向に目を向けると、彼女が山の中から歩いてくる姿が見えた。彼女はこちらを見ると少し驚いてきた。そりゃそうだよね、怖いよね。そのままこちらに向かってきて、ベンチに座った。こんばんは、セナさん。こんばんは。昨日もいた人ですね。ええ、昨日はすいませんでした。突然お声掛けしてしまって。いいえ、特に気にしていません。それは良かったです。そういえば、セナさんはどちらから来たんですか。そう聞くと、少し顔を悲しそうにしながら答えた。私はある場所から来ています。ある場所ってどこだろう。その表情を見た僕は尋ねることができなかった。お互いの間に少し沈黙が訪れる。そうしていると、彼女の方から口を開いた。実はあなたに言わなければいけないことがあります。言わなければいけないことってなんだろう、なんだろうね。ある場所っていうのと関係あんのかな。そう思いながら紡がれる言葉を待っていた。私は機械です。機械？このような体をしていますが、中身は配線のある体です。彼女が何を言っているのかわからなかった。機械？どう見ても君は人間に見えるけど。そう言うと、彼女は体をこちらに寄せながら言った。綺麗な顔が目の前に迫る。この瞳を見てください。ドキドキしながら見つめ返すように瞳を覗くと、レンズの中に様々な機械が小さく光っているのが見えた。本当に機械なんだね。確かに
普通じゃない雰囲気をしていたけれど、機械という回答は驚いた。でもまあ機械でもこうやってコミュニケーションできればね、関係ないよね。3度もお会いするということは、私と接触することが目的だと判断したので正体を明かしました。そう言われるとなんかね、ちょっとね。突然の回答に僕は困惑した。いろいろと思考している中、彼女が一つの質問をしてきた。人は何をもって人と言えるのでしょうか。なんだろう。その問いにはどんな意図があるのか。僕はとっさに答えられなかった。私は機械のため、そうなのか、はいかいいえの回答しかできません。しかし人間は機械には到底考えもつかない回答をすることができます。それはわからないという答えです。続けて彼女は語る。私は物事を判別するとき、さまざまなシミュレーションの結果で解を求めます。それは多くの経験がバックグラウンドにあるからこそできる選択です。なるほどね。深層学習とかがこういうことだね。ディープラーニングってやつなんだけど。ですが、どうしても解決できない問題がありました。なぜ私の中身が機械なのに人間という形で作られたのか、その解がいつまで経っても得られないのです。それはまあ作った人次第な気もするけどね。このような見た目だからこそ人間に間違えられることが多々あります。結構その機械だとその人と関わるっていう時に、その機械だっていうことが壁になったりするんですよ。だから人っていう形にすることによって、こう人と関わる時にその壁を取り払おうっていうので人型にするっていうのはよくある話です。はい、本当です。このような見た目だからこそ人間に間違えられることが多々ありますと。そんな時、脳内でエラーが発生したかのように、いつもこの問題が発生し続けます。そうして一泊置いてから言った。どうして私は人間の形をしているのでしょうか。その問いをする彼女の無機質な瞳は透き通って見えた。少し考えてから僕は思ったことを彼女に伝える。そうだね。これは僕の想像でしかないんだけど。話を続けようとしたが、これを答えるには彼女のことを知らなさすぎると考え、一つの質問をした。僕の想像を話す前にもう少しセナさんのことを聞いてもいいかな。ええ、どうぞ。ありがとう。それじゃあ聞くけど、セナさんは一体いつどのように作られたの？彼女は一旦目をつむってから答えた。私の話をする前に少し人工知能の歴史の話をします。人工知能の歴史を話しますね。はるか昔、人が機械を扱っていない時代、その時代において、名工が、人工物に知性または意識を与えたという話が発端となります。その頃から人は人工知能の作成を目論んでいました。時代が進み、1752年6月ベンジャミン・フランクリン氏の手によって稲妻の実験が行われました。その実験のおかげで研究者たちは電気のことを知り、電気のことをより深く知り、のめり込むように研究が続けられていきました。それからというもの、からくり、飛行機といったさまざまな電気に携わるものが、作られていきました。そして1940年、数学的推論の抽象的本質に基づいたマシン、プログラム可能なデジタルコンピューターが発明されました。その発明により人工知能は実現可能であると、議論され始めました。研究が進んでいくうちに人工知能に対して莫大な予算がつぎ込まれることになりました。
まあそうだね。研究者は誰しも人工知能を作れる、そう考えていました。しかし1973年、ジェームス・ライトヒルが人工知能を含む自然言語処理やロボット工学などは何ら実質的な成果を上げていないと研究を批判したため、出資者が手を引き、研究は頓挫しました。まあ、70年代だとね、そこまで進むってこともないからね。やっぱりここで人工知能の研究に冬が訪れます。誰しもが研究を諦めていたとそう思われていましたけれど、当時の研究者の一人が密かに研究を続けていたのです。その人は政府に隠れながらも研究を続けていました。まあね、あの必要ない技術の研究をしてるってなると、あの予算が減らされたりとかね、あるからね。出資者の、出資家の後ろ盾もあり、彼は研究に昼夜没頭し続けていました。やがて彼はその研究を自らの息子に託し、この世を去ることになりました。その後出資家も亡くなり、その研究を知る者はその息子だけとなりました。そしてその息子マスターこそが私の製造者なのです。そうして、一句育成層の時の中で完成した私は人の体に収まりました。私のセナという名前は SENA という単語の頭文字から取られています。この頭文字は当時の彼の家族の名前から取られたものです。へえ、なんかシステムのシステムなんちゃらとかじゃないんだね。なんか素敵だな、そういうの。セナという漢字についてはここで暮らすためのカモフラージュです。そうやって作られた私はマスターから人工知能と言われていますが、結局のところ答えの基準が定められているため人工無能と何ら変わりません。私はいつの日かマスターに答えられるように人工知能になりたいとそう判断しています。でもそこまで考えられるんだったらもうね、人工知能って言えるものなんじゃないかな。彼女は話を終えると瞳を開いた。そうか、君は人間に憧れ自らを知ろうとしているんだ。そんな彼女を人工知能へと導く方法はあるのだろうか。瞳を閉じて思考を始める。それならこの方法はどうだろうか。僕に考えがある。それは触れ合い、人間とはどういうものであるかを伝えることだ。マスターという人がどういった意図を持って彼女を作ったのかはわからないけれども、僕という刺激がセナに加わることで進化を遂げるかもしれない。素人の発想だけど、それでも彼女の問題を解決してあげたいと思う。たとえ中身が人間でなく機械だったとしても。どのような考えですか？それは僕と会話を続けることだ。そう言いたかったけれども、途端に恥ずかしくなってしまい声が出せなかった。今から話すと長くなっちゃうから、また改めて明日でもいいかな。わかりました。明日の朝、もう一度この場所に行きます。わかった。それじゃあ、セナさん、おやすみ。おやすみなさい。そうして彼女はベンチから離れ、暗闇の中へと行ってしまった。大きなため息が出た。なぜ彼女は、あんなことを僕に話したのだろうか。それからしばらくして、木にくくりつけられたライトを回収してからテントに戻った。いろいろと悩みながら瞳を閉じた。あそこではああ言ったものの、彼女には何て言えばいいんだろうか。そうこうしている間に僕の意識は暗闇に溶けていった。翌朝、朝食を作っているとセナがこちらに歩いてくるのが見えた。朝なのに。おはよう。おはようございます。ごめん、
朝食を済ませてからでもいいかな。わかりました。ではベンチでお待ちしています。そうしてセナはその場を離れた。朝食を取り終え、器具を片付けてからベンチへと向かった。お待たせ。いえ、大丈夫です。さて、何から話そうかな。その件ですが、この後お時間があれば私と一緒にある場所まで来てもらえませんか。その、あれか、いつも来ている場所とかかな。いいけど、それはどこにあるの。こっから歩いて20分ほどのところです。ちなみにマスターの家になります。マスターの家。昨日の話で出ていた人の家か。でもいいの。はい、私を知るのであれば一番最適な場所であると判断したので。うん、どうするか。いろいろと悩んだ末、答えを出した。わかった。そしたらテントを片付けなきゃいけないから、それからでも大丈夫。大丈夫です。私も手伝いましょうか。いや、すぐに済ませるから、そこで待っていてくれないか。わかりました。そうしてその場を離れ、片付けを開始した。それから片付けを終え、荷物をまとめて再びセナのところへ戻った。準備できたよ。わかりました。それでは行きましょう。それから彼女の後ろについて森の中を歩いた。へえ、こっちにこんな道があるんだ。この辺りはもともとマスターの敷地なので、こっから先はある程度整理されています。そうだったんだ。ってことは、もしかして寝泊まりしていたところは不法侵入。いえ、あの辺りまでは買ってなかったはずなので大丈夫だと思います。そっか、それはよかった。セナと会話をしながら道を歩いていく。こうして会話をしていると人間と全く変わらないな。それでも機械だというのだから、技術の進歩に驚きだ。着きました。そう言われて前を見ると大きめの建物があった。立派だね。こんなところに建物が。ここは工房です。生活している場所はこの少し先になります。ここからすぐ近くに小さな小屋があった。セナはその中に何も言わずに入っていく。お邪魔します。ドアを閉めるとセナがこちらを見てお辞儀をした。いらっしゃいませ。ここがマスターの家です。ここが。この曲好き。僕は荷物を下ろし家の中を見渡した。壁にいくつか写真が貼ってある。あれはセナとマスター。そこには二人がこの工房を背景に撮った写真が飾ってあった。その写真に写っているマスターは30か40代ぐらいに見える。セナさんはいつもここで暮らしているの？はい、私はここを住処として生活しています。そうなんだ。ところでマスターは？実はある日を境にマスターは帰ってきていないのです。帰っていない？はい、1ヶ月ほど前にただ出かけると言い残して以来、一度も戻ってきていません。マスターは何も残さなかったの？いいえ、マスターはお前がいいと思う人間が来たらこれを渡せと言っていました。そう言ったセナは引き出しから手帳を取り出した。黒い革の手帳はたくさん書き込まれたのか、随分と紙が歪んでいる。これはマスターが最後に書き残したものです。おそらく日記だと思われますが、私は読むなと言われたので中を開きませんでした。セナから手帳が渡される。僕は手帳の中を開いた。マスターの手帳を読んでいたらこんな時間になってしまった。マスターはセナに対して自分の手帳は読むなと言い聞かせていた。なぜそう言ったのか読む前は分からなかったが、今ならわかる。
やっぱそういうことなんかな。日記の最後にはこう書かれていた。彼女は素晴らしい人工知能だ。この研究を一緒にしていた、したドクターも認めるレベルのものだと思う。実際に彼女は人であると言っても過言ではない。しかし、このままではいけないことに気がついた。なぜなら、彼女が死について理解してしまうと、本当の人間になってしまうからだ。彼女の体は人間のクローンをベースにして作られている。アンドロイドに近いってことかな。そのため彼女には生殖機能もついている。クローンがベースといっても生体維持についてはカプセルを入れることで自動修復が行われるように設定してある。これらのことをしたのは彼女が機械であり人であるという完璧な存在を目指したからだ。ああ、両立してるっていう。そんな彼女だからこそ死を知ることでどうなってしまうのか私には予想もつかない。もしかしたら完璧な存在となるかもしれないが私はそうは思わない。セナを実の娘のように育ててきた身としては機械ではなく人として生きてほしいと願う。私は彼女の今後をどうするか相談するためにドクターの元へ向かう。けれども今の私の状態では無事に帰れるかどうかはわからない。それでも最後の時まで彼女にできうることをしたいと思う。私がいなくなり数ヶ月したらセナには誰かを連れてくるように言ってある。その際おそらくこの手帳を見せるだろう。願わくば彼女に人としての道が歩めるように。そこで日記は終わっていた。マスターはそこまで彼女のことを。彼女がクローンを元にして作られていることにも驚いたし、人工知能であることについても驚いた。それがほんまやったってことに驚いたってこと？この手紙を、彼女の話も何もかもが人を騙すための嘘で全てが偽り、そうであってほしいと思わざるを得ない、思えないようだった。僕は読み終わったのを見計らったのか、セナがお茶を持ってきてくれた。ありがとう。いいえ、それで中にはどんなことが書いてあったのでしょうか。まあ、気になるよね。それは、この手帳を読んだ僕はどうするべきなのだろうか。マスターの君に対する思いがたくさん書かれていたよ。こんな内容を軽々しく彼女に伝えるわけにはいかないな。しばらく互いに無言になる。するとセナが話しかけてきた。マスターから伝言がもう一つあります。もしも私がいなくなった時お前の基準で選んだ人でいい。その人にこの質問をしろと言われたものです。マスターが残した最後の伝言。あなたは私に何を求めますか？僕は。セーブしような。これは、わからないっていうのが人間の、その、人間にしか出せない答えってやつやんな。で、何を求めますか？個人としては、私個人としてはそのままでいてほしい。多分そのマスターもあのセナがその人間としてっていうのを求めてたけど、あのセナがセナとして生きるっていうのをやっぱり求めとったと思うね。このパート一旦切ります。次回決めて押します。それでは見てくださった方ありがとうございました。次回もよければよろしくお願いいたします。